スペインの代表格、スペイン系8である銀河1768年名、ポトシ鋳造用銀とは、幕末から明治初期にかけての日本、および近世の中国に流入した外国製の銀貨のこと。特に断りがない場合には1497年以後メキシコを中心とするスペイン系の中南米諸国で鋳造されて、国際決済で長く用いられてきたスパニッシュドルと言われる、 両目429レーンの8レアル銀貨を指す場合が多い。安政条約によって外国商人が外国銀貨で日本の商品を購入することが許されたが、当時の両目に基づく相場はスパニッシュドル100枚に対して店舗1分銀が311枚であった。だが当時の店舗1分銀の品位は用銀に対して、 高いにもかかわらず額面が地金価値よりも高く設定された名目貨幣であり、そのことによる金銀比価の差が大きかったために大量の小板金流出を招く原因となった。これにより日本国内には大量のメキシコ銀が流入し、明治時代の銀貨の材料となった。安政6年に江戸幕府は用銀を金3分と同価値とみなす規定を定め、 慶応4年2月20日に、明治政府もこれを通認する規定を出した。明治4年の進化条例制定後スパニッシュドルと、ほぼ同品くらいの貿易銀を鋳造し、明治11年5月27日に、これを一円銀貨として、日本全国に通用させる大上官布告を交付。翌年9月12日には、洋銀と貿易銀との平価通用が布告された。 その後の紙幣整理と打管紙幣の発行によって姿を消し、明治30年の貨幣法交付による金本位制移行とともに一円銀貨の国内流通は停止され、洋銀の国内における地位も低下した。近世の中国において広く流通していた銀貨は大きく3種類に分類され、銀料、銀円、洋銀と呼ばれるものがあった。このうち洋銀はスペインドル、 メキシコドル及びアメリカ貿易銀などがあり、日本円銀及び香港ドル銀貨なども洋銀に分類されるものであった。16世紀末頃よりヨーロッパの銀貨が中国へ流入し始め、多くは東インド会社を通じて、茶や絹の大貨としてスペインドルが中国へ流入した。1842年の南京条約締結以降は、洋銀の流入がさらに活発化し、関東を通じて、 メキシコドルなどが流入するようになった。ありがとうございます。